かっこいい。かっこいい。もう大丈夫だよ。いいな。毛があって。ハゲてない。ハゲてない。ああ、オッケー。ああ、トムハンクス。トムハンクス。目指せ初勝利。緊張しております。はい、ということで、ケツキング君ですね。まあ、前回の動画に引き続きリアタイをね、やって、今回は私と前回ルームマッチでしたけども。今回ルームマッチじゃなくランク戦行って動画内初勝利目指したいと思います。はい。でまあ打率どうすか、いい感じっすか。そうっすね、徐々に下降気味でございます。あ、緩やかにね、緩やかに下がっております。まあね、今の、まあ、プラチナランク帯この前リセットされたばっかなんで、まあ割と猛者しかいないんですよ。なんでまあ見た感じ名人とばっか当たったりとかね、あると思うんですけども、まあ何に苦労してますかね。何が打てないとかあります。ストライクからボール球になる変化球、特に低め。ああ、ボール球を振ってしまうと、うん、要はね、振っちゃう。はい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 。じゃあその辺、まあ、今回の議題としては、じゃあボール球を振らなくする方法ですかね。そんなのあるんですか先生。あります。お、ありますんで、今回はその話、まあ、ボール球を振らなくする、まあ極端にと言いますか、まあこんだけやっとけば、まあ少なくとも振らなくなるでしょうという話をしたいと思います。でまあ終わったら最後リアタイ行って、まあ、今日こそ勝ちます。もう勝ちましょう。の正直ですね。はい、お願いします。はい、ということで、まあボール球を振らなくする方法あるんですけども、まあ要はですね、狙い球とその狙い球がどこに来るか、コースをちょっと頭に入れておくというか予測する。はい、はい、例えばじゃあ山岡投手とかね、当たった時に、まあ、やっぱり強いのって縦スラなんですよ。縦スラと、まあ、ナックルカーブ、まあ、ドロップカーブの時もありますし、まあ、大体投球比率高いボールっていうのは強い、その縦スラとかあのナックルカーブ、ストレートかな、この3つだなっていうふうに僕はあの山岡さん対戦した時は意識してます。でまあ縦スラじゃあ今から狙おうってなった時に、いや、ストレートがパーンってちょっと甘いコースに来ても僕振らないんですよ、それ。そう、そのね、振らない勇気みたいのが非常に重要で、ボール球を振らなくなる方法っていうよりは、まずはその振らなくなる、振らない勇気っていうのがまず重要になります。でストレートを狙っていたとしても、ストレートがじゃあもう線ギリギリとかね、もうバッターボックスの、ストライクゾーンの線ギリギリに乗っているボールとかは振ってで、カーソル結構あってもね、あの詰まったりしちゃうし、うまく合わせきれないこともあるんで、僕はね、カウントに余裕があるときはもうそれ振らないとかね、割と決め事を、決めてます、うん、なるほど。そうなんで、まあ、ボール球を振らなくするっていうよりは、打てそうな球を振るだけなんですよ。もう振ったらヒットになりそうなボールを振っていくっていう、それだけなんですよね。もうこれ極論なんですけど。そう、まあ狙ってなかったボール、まあ、もしくはちょっとこれボールになるかストライクになるか分かんないなってボールを振らない、とりあえずは。まあ振らなくていいです。ストライク取られてしまってもまあ最初はしょうがないんで、うん、はい、まあそういった形で、まあボールを振らないっていうのが、あの甘いボールでも、まあ、振らない、決めておくっていうのが非常に大事になります。はい、まあ、ストライク追い込まれた後は、まあ、あとは反応で振るとかね、まあ、その反応で触れる、反応で合わせられる能力、合わせられる球種、コースっていうのが増えてくると、あの猛者の人とかにだんだんなってくるんですね。打率が上がってくるんで、まあ、最初のうちは本当に決めたボール、決めたコース、際どいボールは振らないとか、そういったことを徹底してやっていけばいいかなと思います。はい、はい、あとは試合数ですね、うん、もう本当に経験だね、目で覚えるっていうぐらいが大事かと思います。まあ早速もう、じゃあ今日はもうやろう。一戦で終わるかわからないんでね、2試合やるかもしれないんで。ん、何これ、勝つまでやるの。いや、まあ、2試合やろうかな。2試合、1試合で勝てば終わりだけど、うん、もう勝とう。緊張してるやない。もう勝とう。もうだ大丈夫だよもう。まあ行きましょうか。じゃあまあ僕喋るんで別に集中してもらって大丈夫です。はい、本当に勝ってほしい。もう皆さんもね、非常にあの願っているんですね、あのケツキング君の初勝利を。あ、プレッシャーに弱いんだよ今。4連敗でしたけど、4連敗中です。
まあ、名人マッチがね非常に多いそうで、ちょっと難しいと勝つのが。おっと、おクロート1位だけど、マキタは打てるよ。マキタ先行は打とう、勝とう。待って、初めましてマキタさんなんだけど。もうねこれ外角逆にストレート多分引っ掛けちゃうかもしれない、遅すぎて。しかも楽天純正だこの人。おお、楽天カード多分持ってるよこの人。楽天カードマン。もう集中して、もう一回、はい、おマキタ変化量マイナス1、これ打ってね絶対。きちんと取れるかどうかっていうのがポイントになりますよね。おお、飛んだ飛んだ飛んだ。え、うん、今ザッキーさんいますか、サッキーさんが。おーおーおお、見逃す感じ。うん、見逃す雪。今の振ってたら凡退したんで。うん、ストレートでいいんじゃない？ストレート狙おう。うん。ストレート。いや、いいバッターですよ。難しい。ああ、これだ。集中し直して、集中。集中。はいよ。まあ積極的に打ってストレート、ストレート悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですね。オーケーオーケーオーケー。ストレート待っとけば変化球は対応できますから。はいよ、そんぐらい振ってこ、振ってこ。球遅いで。ブリブリ。さあバッターは何を待っているか。はい、振り遅れるよは絶対ファールの方がいい。いいよ。なんか正面に本物のマキタみたいな打ち取られ方しましたね。もう翻弄されたね、今ね。翻弄されてますよ。なんか純正マッチ本当に多いね。確かによく当たりますね。ね、まあ、純正の人たちが大体同じ勝率ぐらいになるのかな。いや、そんなことないんじゃない。そんなことないか。さあ、こっちはロメロさんなんで、打たれるわけにはいかないですからね、これ。いいね。それ振るな。それ振りそう。おお、お相手の方が打率高いからね、言っても、うん、これ正面でしょ。おお、正面の戦いですね、これかなり。太田光選手いいね、そこのツーシームいやらしい。うわお、ガチガチに打ってきた。ディクソン、ディクソン、そうですよね、いいね、よし、それで抑えたぞ。打つよ。左中間意識して。宇宙間、左中間。ドラゴンズ得点に動きはありません。この場面はどうしても出塁しなければなりません。ああ、引っ張った。引っ張っちゃダメよ。いいね、ナイス。さあ福田さん、一発あるよ。おお、ナイスボール。いい球だ。ああ、惜しい。ちょっと流せそうなタイミングだった今。まあ流し打ちのやり方またご説明しましたのでお楽しみに。まだ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 わからない。うわ、浅村？浅村さん A か。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。ツーシームはね、どのコース来ても打てちゃうから。よし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 。さあ大事にね、大事に。お相手 AA ばっかですごいな、逆に。サブアカだろうな、多分これの予想。すげえ。極みしてる、してないか。結構ね、そこのツーシーム投げ続ければいつか振る説あるよ。そう、そこ確かにいろんな人の動画見てるとこうやって攻める人、そう、永遠に投げ続ける。ほら、もう一回もう一回。そろそろストレートだろうとかね思う人いるから。おお、もう一球。ピッチャー決まったと思ったでしょうね。うん、そこいいね。ほらーしょー、ツーシームあるわけないって思っちゃうんですよ、そんな何連続も。で凡退してしまう、迷いが生まれると。バッター誰、阿部さん、ちゃんです。流し打ち出てんな。
そのまま行こうか。タイピン投手来たらバッター代打出そう。酒井さんタイピンだ。出てない。もう行こう。A だからね。おお。多分この人サブアカな感じすんな。おっし。おっし。さあ木の卓代打。おお、平田ではなく森野さんです。平田さんではなく森野さん。いいね。強いよ。勝った。勝ったな。集中してよ。ナイス。いいよ。今のも際どい。危ね。いいよ。ナイス。いやいや、オッケー。そんぐらい振ってか。際どいのもう、ツーストライクの場合は逆にファウルにしちゃう。危ねえ。とりあえず、なんとか。京田さん。京田さん代打か。もうモリモリ使います。はい。切り札。いいよ。まあ、今のもね、ボール球でしたからね、フォーク。いい結果になりましたよね。ああ。狙ってよかったよ。よいしょ。まあ相手ピッチャー A だから。まあね。まあね。そこはそうだな。おお、おー、流せてた今。惜しかった。おお、さあサッキーさん、四崎さんで決めよう。5点入れよう。ホームランで。うん、振らない振らない、そういうの。ほら、うさあ三球目は何か。いい当たり。ああ、流したら入ったな。さっきさんなら。さあ緊張しますね。ここ一発で終わっちゃいますから。終わっちゃうじゃないか。同点追いつかれちゃいますから。慎重に。はいね。コントロールあれだね。ロメロさん。うん。ロマンだからロメロさん。ロメロだけに。全然聞いてないです。もう緊張しちゃって。ダメだよ、もう緊張しちゃって全然聞いてないよ、人の話。おっと。おちょ。あと一個、あと一個。そうだ。ただここで S。唯一ホームラン打たれそうな確率のある選手。ボール球。振った。相手焦ってんな。ボール球攻めでいけるわ。相手の初勝利あるぞ。ワンチャンね。そこでちょっと攻めすぎじゃない？もうちょっとこっちで、もうちょっとセントの余裕持たしてギリ外れるぐらいの方がいい。このぐらいですかい？うん。です、タイ。外。そうですね、バッターをね、意識しすぎたかもしれません。落ちない。ああ、いいね。落ちたね。落ちた。ツーシーム。これなのかな？うん。ベスピー！ああ、しょんない。しょんないね。しょんないしょんない。まあ S の選手だったからね、逆に A に回したっていう意味で。まっすぐ張ってんじゃない？張ってるね。やばいぞ。ストレートで攻めてもいいと思う。そうそう、高めのストレート割とみんな上げるから。上げ A だからこれ。はーい。おめでとうございます。まあね、延長とか言ってますけど、まあどんな形であれ、もうやっと勝った。お相手 A ばっかでしたけど関係ないですよ。関係ないです、うん、関係ないですよ、はい、プラチナランク、しかも結構早い段階でモサばっかのこのプラチナランクでしっかり初勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。まあまあまあ、でもね、1ヶ月前まであれでしたからね、その全く持ってやってなくて、全く持ってやってなくて、こういった緊張する場面でしっかり勝てるようになったと。まあボール球振る機会そんななかったんで、まあいいとは思うんですけど、まあ、何でもかんでも振っていいよって話じゃなくて、まあ、外角のボール流せるタイミングで待ってたかとかも重要になってきますんで、まあ本当に狙い球をまずはもう1点だけでもいいです。1球種1コースとかでもいい。
はい、ノーストライク、ノーボールとかはね、もうこのボールっていうので決めちゃってやれば、まあボール球を振るっていうのもね、変化量はその分把握できてますんで、1球種に絞っとけば、あの振らなくなるんじゃないかなと思ってますんで、本当に最初はそこからスタートすればいいと思いますんで、まあ凡退したというよりはヒット打てても、あ今のボール球だったなとか、正面飛んじゃっても、あ今のはしっかり変化量も把握できたしとかね、まあ、自分の凡退とかヒットしてる中でもその内容、自分の中でしっかりと組み分けをして、今いい状態で打ててるかみたいのもしっかり自分の中でね、あの落とし込んで次につなげる必要がありますんで、本当にうまくなるためにはそういった考察大事だと思うんで、これから引き続き、やっていってほしいところになります。はい、いざりながらも成長していきます。はい、まあ、分からないことを聞いてもらえればあのいいんで、はい、ということで、今回ねまた、初勝利、上げることができましたので、今後も5割に向けてね、まだ4割か、4割もまだいってない、4割まずいこう、はい、頑張る。まあ、純正というちょっとハンデは、まあ、あるっちゃあるんですけど、いやでも、もうそう打線がいいからね、まあ、とある某 YouTuber さんなんかもう7割とか100連勝とかしてますから、中日純正、うん、大好きな、あ大好きですので、まあ、誰か分かると思うんですけども、いつも見てます。はい、ということで、はい、今後もね引き続きやっていきたいと思います。それでは次の動画、あのまたアップしますんで、あの次回の動画もお楽しみにしてください。それでは皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら。